はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。いや、今連絡がありましたね。これ不動産屋さん同士の会話をして、不動産屋さんと会話してるんですけどね。はい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 、なるほど、はいはいはい。まあ、あのあれですね、あれなんですよ。あの不動産、あのね、買うっていうのは割合簡単なんですね。誰でも買える。ある程度お金があって、お金があるかローンを組めるだけの資金があれば簡単なんですね。こうローンを組むだけの、まあ、属性があれば簡単で、でそのよほどのことはない限りね、高値掴みというのはですね、まあまあどうしてもこれ欲しいねんとか言って、それを取りに行ったら高値掴みになるんですけど、まあ普通のマンションを買ってる分には、そうそうないですね、今の時代にね。あの中古でね、ばっかなかで出してるなって、それを買ってしまう人たまにいますけどね。たまにいます。で、新築というのは大体その時の相場の値段で出てくるんですよ。だから新築で高値掴みってあんまり見かけませんね。住友買うとそうなる可能性がありますけど、まあだから買うっていうのはそう難しいことじゃないですけど、売るのは難しいんですよ。なぜかというとね、いつも言ってるんですけど、あの不動産の仲介業者っていうのはね、もう何と言いますか、10人おったらね、9人どころ 9.8 人ぐらいかな。悪いやつなんですよ。悪いやつというか、まあ、悪いやつという言い方は変ですけど、要はね、自分の利益しか考えない連中なんですね。当たり前ですけど、みんなそうでしょ。自分の利益にならんと、その、仕事ではないわけですからね。で、不動産仲介業者が遠藤さんを相手にした場合ね、その、要は自分の利益になるかどうかで、まず見分けるわけですよ。こういった客かどうかっていうの。で、利益になりそうやったら、こう、突っ込んでいくわけですけど、利益になるやったら、あーっと逃げるわけですね。で、利益になりそうなら、あーっと突っ込んでいく。もう、そのね、なんていうかね、もう、えげつない。あの、まあ、ニコニコしてますよ、奴らは大体。あの、対遠藤やる人はね、みんなね。対遠藤というのは一般の人です。遠藤ユーザーの役なんですけど、我々の業界では遠藤って言うんですけど、一般の方を、そう、遠藤を相手にする人はですね、まあ、大体当たりがいいわけですね。でね、売却相談とかでやるでしょう。次回は2月ですけどね、来年の2月にやるんですけど、遠藤さん持ってこられるわけですよ、これ売りたいって言って。売りたいって持ってこられるんですけどね、まあいいでしょ、売りましょうって、もう散々売りました、もう10億ぐらいありました。あの別にまあ、それは、我々のね、こういうことを聞いてくれる方はもういいんですよ。もう素直に、はいはい、わかりました、これをこうやって売りましょう、ああやって売りましょうって。一応最良の手段、我々が考える最良の手段で、最良の値段で売れるようにというふうに持ってきます。で、もう僕らね、その、なんていうか、がっついてないんですよ。もう何が何でもこの物件取りたいとかね、そういうふうに思わない。遠藤さんが信頼していただけるんであればやりますっていう感じなんです。だから本当、そう数百万円のね、しょうもない物件から、何億の物件までやりましたけど、もう必要なのはね、遠藤さんとの信頼関係なんですね。で、一旦ね、我々が売り始めたらね、そのレインズっていうのに出るんですね。で、レインズっていうのに出ると、そのレインズは日本国中の不動産が見れるんですよ。私も見てますけどね。あの、キーセあれは見れるんですよ。中国でもいっぱい見てるみたいですけどね。それで、そのレインズ見れるとですね、美味しそうな物件があるとですね、その物件の、あの悪い業者たちはですね、その物件の売り主を突き止めるんですよ。まずその登記簿を上げると、売り主さんというか持ち主さんの名前と住所が出てるんですね。で、名前と住所が出ていて、電話番号は出ていないんですけども、電話番号が出ていなかったら、そこまで行ってピンポンやるんですよ。で、あなた今これ売り出してるでしょって、こんな安い値段でなんで売ってるんですかって、こんなんね、このね 1.5 倍では絶対売れますよって、あなたはこの業者がね、その騙してるんですよ、あなたのことって。で、私に買いませんかって、そういうことを言うわけですよ。まあ、そういう積極的な業者もいればね、あとはね、その僕のところに、そう、僕相談会に来ていただいて、その前にどっかの業者に行って相談して、またうちに来てるという人もいるわけですね。で、うちに我々のところに来てから、また違う業者のところに行くっていうのもいるわけですね。そういう人っていうのは、いい業者を選ぼうとしてるわけですよ。まあ、それは変ですけど、いい業者なんてそうそういませんからね。
で、A 業者行って、B 業者行って、我々のところ来てると。で、それぞれ言うことが違うわけですよ、微妙に。僕らはもう別にそのね、普通にこれ売ったらこれは5000万ですよと。で、まあ多分5000万で出したら何ヶ月かかるし、でしょうね、とか言って。で、これこれこうやってこうやってこうやった方が売れますよと。例えば、まあこれやったら更地にしましょうとか、もう荷物は絶対どけてくださいとか、まあそういうことを言うわけですよ。で、ここはこう、ここは直しましょうとか。まあそういうことを言いながら売るんですけど、とりあえず専任媒介契約というものをですね、取りたいだけの業者っていっぱいいましてですね、とりあえず自分で預かってしまえばもう自分のものなんですね。その専任媒介で預かってしまえば。そうするとその専任媒介を取るためにもういいこといっぱい言うわけですよ。これはもっとタコが売れますとか、こうしましょうとか、ああしましょうとか。で、一旦契約書もらってしまったら、そんなあんまり有効じゃないんですかね、あの契約書。でも遠藤さんはね、契約したという重みがあって、そうそう簡単にそれは切れないもんやと思ってるわけですよ。で、解除しますって電話が来たら、もうギャンギャン言われますからね。そんな、なんでこんな解除、それは解除なんかできませんとかって、それくらいのこと言われるんですよ。実はあんなも電話一本で解除できるんですよね。で、まあ、その専任をもらってしまえば、遠藤さんはそうやって縛ることができるというふうに思ってるわけですね、仲介業者は。実際縛られる遠藤さんは多いんですけど。そうなるとですね、もうあとはもう、あれですね、あ、ちょっとお客さん最近来てないんですよとかって言いながらですね、時間を伸ばしてですね、本来5000万で売るものをですね、まあまあ4000万で売ったら、良心的で3500万とかでですね、知り合いの業者にはめるんですよね。でその知り合いの業者に3500万で買わした物件を今度はまだ5000万で、今度は本気で売るんですよ。で相当もう行ってこいのダブルで4回分の手数料がもらえて、しかもその知り合いの業者が抜いた1500万のうちお前3割よこせとか5割よこせとか言うわけですね。まあこれ業界の悪い手口なんですけど、ね、多くの遠藤さんはね、その財閥系の名前がついた会社とかね、もう誰でも知ってるようなね、金融系の会社とかがね、それをやるとは思わないんですね、そういうことを。でも実際やるんですよ。というか堂々とやってますよ。ほぼバレませんからね、それはね、本当はいけないことなんですけども、ほぼバレませんから、もう大手は率先してそれをやってるんですね。で、彼らだから遠藤さんが相談に来たらもういいかもなんですね。自分の看板でね、もう看板で商売しますから、その英語といっぱい言うて契約を取ってしまったらもうそれで最後みたいな。だからね、グラグラ揺れてるそうお客さんっていうのは、僕らのとこ来てその財閥系とか行くでしょう。結局ね、ほとんど財閥系のを信用するんですよ。で、僕らもそれ分かるんですよ、話聞いてて。ああ、これは次そこ行かはんの、ふーんと、まあ、話聞いたらいいと思いますよって。ただでもこんなこと言われますよ、あんなこと言われますよって、ちゃんとレクチャーするんですけども、大体コロッと向こうに行ったらもう帰ってこないんですね。で、僕らはニヤニヤ笑って、あの人やられてるな、きっとって言いながら笑ってるんですけども。もうしゃあないですよ。それをね、なんと言いますかね、僕らもがっついてないんでね、無理くりにね、あんな行ったらあかんとか言って、止めることはで、やろうともできるんですけど、そういう努力もすることもできるんですけど、まあそういう性格じゃん、私も。もうあんた、はい、あっち行かれてもいいわっていう感じでやってるんですよ。それで随分多分ね、あの人もやられてんのやろうなという人はいっぱいいましたよ。大体相談に来た5組に1組ぐらいですかね、我々に1000人預けていただけるのは。もう5組1人おらへんかも分かりませんね。もういかにもね、ああこの人行かれるわっていう感じで、迷ってる人が一番危ないですね。迷っててね、自分のこう判断力に自信がないという人はね、こう大手のとかにすがるわけですよ。あるいは力強く進める人にこうすがるわけですよ。これはいけます、売れますとか言う。で、あなた信用しようとなるわけです。僕らは分からんことは言いませんからね。あ、これは売れますよって言われたら売れますって言いますけども、これは分かりませんって言ったら分かりませんって言いますからね。無理をしないね、我々は。無理をしない、まあウェイやんと、引き受けてお互い信頼関係で売れるもんやったら売りましょうということでやってるんですね。だからね、世間ではね、膨大な数のね方がね、自分のマンションや不動産を売るときにですね、うまく不動産にはめられてるんですよ。だから世間のね、不動産業者に対するなんていうか信頼感っていつまでたっても低いままでしょ。不動産屋って嘘をつく悪いことをするというイメージでしょ。で、売った人でね、あれしもた、騙されたとかいう人いっぱいいるんですよ、実は。
実は5000まで売れるマンション4000まで売ってしまったみたいな人いっぱいいるんですね。実はあれのある物件3000まで売れるのに2000万で売らされたとかいう人いっぱいいるんですよ。もうそれは大体ね、騙されてるんですね。僕らだからこう3000まで売れる前だったら、じゃあ3000までしましょうと。でも3500まで売りたいって言ったら、じゃあ出してみましょうと。出してみてね、売れたらラッキーファンでいいんですけど、売れるわけないですよ、大体。99% 売れません。相場が3000万のものをね、例えば4000万とかで売りたいって言うてるお客さんいっぱいいるんですよ、実は。でそういう人にはどういうかっていうと、まあ分かりましたと、4000万で出してみましょうと。で、どんだけ反応が来たかとかですね、申し込みがあったかとか、毎週報告しますんで、そうしてると、ほらほら4000万で売れないでしょ。これ、いや、3000万なんですよ。3000万で出して、まあ2800でまとまったらいい物件なんですよ、という、そこまでね、ステップいければね、お互いがそうですねってなるんですけど、そこまでいけずにですね、うちは4000万で売れないって言ってるから、4000万で売れるっていうところを探しに行くとか言って、でそっちに行ってうまくはめられて結局2000万で売ってたみたいな、そういうケースはいっぱいあると思います。まあでもね、この業界ね、こうそれなんと言いますかね、そういう体質はもう今の宅地建物取引業法でやってる限りは改まらないでしょうね。ものすごくやっぱしね、個々の基準が一個一個違うものを売るわけですから、それはなんと言いましょうかね、こうノウハウというか相場感というのもですね、時代とともに変わりますし、やり方は全部違いますし、で物件ね、相続が絡んでいたりとかですね、隣地境界がどうのとかいう問題があったり、土地の場合はね、マンション簡単ですけどね、だからね、これ一生これ治らないんちゃうかなと。アメリカみたいにガツッと業者を規制するね、法律を作ってしまって透明化すればいいんでしょうけども、まあ日本のね、不動産屋どもの業界って割と強くてね、政治圧力もかけますからね、今のやり方を変えるような法改正ってかなり難しいということは、まあ多分私の生きてる間中はこういう悪弊、不動産仲介業者の悪弊って治らないと思いますね。熱心な業者さん知ってますよ、熱心なというか、そういうことではいけないんやとか言うで、自分のやり方でこう、遠藤さんのために頑張ろうという業者は私何人もしてますけどね、まあそのうちの一組と組んでやって私やってるわけですけど、そういうね、善良な勢力もいることはいるんですけども、大半はみんな自分の利益をのみを考えてる。だから遠藤さんがフラフラって現れたら、よっしゃ来たかもやっつって遠藤さんって大体その勉強熱心な人は騙されないんですけど、勉強できないというか勉強したくない、誰かに頼りたいっていうタイプの遠藤さんは大体騙されますねはい、ということでございました。これについて貼るページはございませんので、まあ皆さんそうですね勉強したい方はしてくださいしたくない方はですね、私のところ来てくださいということでございました。次回はね、2月の4日かなんかその辺ですね、また告知が出てますんで、私のブログにそれを見ていただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。